はい、どうも高田バッティングの堤です。今日はアトリエミューの、菅原です。あ、菅原さん来ていただきました。よろしくお願いします。これからカラーさせていただきます。勉強させてもらいに来ました。ブリーチクリーム混ぜます。これなんか喋った方がいいですか？何でもいいですよ。好きなように喋って。ちょっと緊張するんですよね、美容室。緊張します。緊張します。今まで来てきて、はい、美容室行ってもらえます。あ、そうなんですね。友人の店の中で。僕もそんな感じなんですか？ちょっと苦手です。普通に予約してきたの2回目なんですけど、大体その地元新潟なんですけど、新潟帰った時に、新潟なんですよ。やってもらうって感じなんで、受付が緊張しますね。美容室側としてはなんか緊張しないで来てほしいじゃないですか。そうですね、お客様には。なんかいい方法あればいいんですけどね。緊張するんですね。お互いに緊張があるんですね。はい。緊張感感じさせないですか？今シートから止めた。僕もでもちょっと緊張しています。こんな急に来て本当大丈夫だったかなと。迷惑じゃなかったかな。もう入ろうとしたらもうお店も綺麗で、ガラス張りだとちょっと入りやすいですよね。なんか今ちょっとお店落ち着いてそうだ、行きやすいとか。大丈夫です。苦手だけどやります。ありがとうございます。苦手なものとかあるんですか？苦手なものですか？ある。苦手なもの、ヘッドスパ。ヘッドスパ断られました。結構断ってます。断られました。最初はヘッドスパが良かったんです。うん、カラーをうちの女子従業員に相談したんですよ。はい、どんなカラーした方がいい？はいはい、いや絶対黒髪がいいですよ。あ、そうなんですか。はい、カラーしない方がいいんじゃないですか。堤さんの指名を取るためにカラーに変更しました。責任重大です。責任重大です。女子受けするカラーで。あ、そう、ぜひお願いします。でメッシュは一番やめとけって言われましたけど。そうなんですか。はい、その一番やめとけがあるんで。そうそうそう、結局メッシュにしてもらいました。じゃあ外します。お願いします。はい、そういうわけで仕上がりました。どうですかね？
やっぱ最高ですね。これ85点らしいんで。残り15点どうしたってやつですね。はい、次回はその残り15点、85点でこの仕上がりだったら、100点出たらどんななるんだと期待して、次回もまた来たいと思います。よろしくお願いします。すごい落ち着いた雰囲気で、過ごしやすかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。じゃあまた。ありがとうございます。